はい、それではよろしくお願いいたします。鈴木でございます。まず白井平局長、本当に素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました。事前に楽屋でですね、まあ、私はしょっちゅう皆様方とお会いする機会がございますので、私の時間を白井平局長に差し上げて、存分にお話をいただければということでお願いを申し上げましたので、まあ、私の方からはですね、もう本当にもうかいつまんで、この後のパネルディスカッションの、まあ、ためのベーシックな理解の共有ということで、もうスライドもお手元にございますので、読んでいただいてお分かりになることはですね、飛ばしてまいりたいと思います。それでまあこれはよくもう今日お集まりの皆様方はご案内のチャートだと思いますけども、まあ教育現場の大変なご奮闘によってですね、まあ、2012年15年とですね、まあ、とりわけ理科あるいは科学的リテラシーおよび数学に関してはですね、まあ、高いスコアを上げていると、まあ、こういうことであります。まあ、しかしながら、この、まあ、これは日本だけでありませんけれども、北東アジアに共通の課題はあります。まあ、しかしその課題もですね、まあ、理科に対する動機づけということでは、まあ、若干のてか、まあ、改善も見れます。まあ、しかし、科学の楽しさだとか活動だとかですね、セルフエフィカシー、まあ、こうしたことについてはまだ課題があると、まあ、こういうことであります。で、同様の傾向は、まあ、TIMSS におきましても、まあ、同じようなことが見て取れるということでありますけども、まあ、これも、まあ、改善はして、おりますけれども、まだまだ改善の余地はあるということでございます。で、まあ、そういう中でですね、これも皆様方ご存知の通り、2020年から我々は新しい学習指導料を始めます。それと今回の改革の特徴はですね、学習指導料の改革だけではなくて、大学の入学試験、特にセンター試験を廃止して共通テストというものを導入していくということ、それからすでに国大教におきましてですね、国大教の3割を栄養推薦ということで、いわゆるこの一般入試だけではなくてですね、多角的なこの評価と、とりわけ高校3年間のアクティビティというものをもう少ししっかりと見ていくと、こういう入試、それから共通テストにつきましては記述式の導入ということでございます。100文字プラスマイナス20ぐらい、それから国立大学においては個別入試の方でですね、300文字程度の記述式をということで、行っていくということでございます。で、これが昭和33年以来の、ずっと一貫した、学習指導料の変遷でございますけども、その時々 の、課題というものに応えてきたということであります。で、今回の、学習指導要領の、改定の背景でありますけれども、今日は大変白井平局長からですね、日本の課題というものを明確に浮き彫りにしていただきました。そうした特に今回の2020年の学習指導料の改定はですね、本当にOECD とこの同期しながら政策対話もございましたし、私どもも OECD2030 という新しいその教育像についてのですね、アクティビティにも参加をさせていただいて、本当にご一緒にさせていただいたということで、ということが学習指導料の作り方としての特徴だったというふうに思いますけれども、今回の非常に重要なキーワードはですね、今日のお題でもあります、アクティブラーニング、いわゆる主体的対話的な深い学びということをしっかりと、どの教科についても入れていこうと、こういうことでございます。それとですね、この教育の目的ということでありますけれども、やはり社会や世界と向き合って自分の人生を切り開いていくために必要な資質ということを学ぶんだということであります。で、特に学びを学校内に閉じずにですね、社会と共有連携しながらということで、これは G7 の中でも盛り込みましたけれども、何のために学んでいくのかと
いうことを、社会の課題を解決していくんだと、まあ、こういうことでやってまいりました。まあ、そういう意味で、まあ、社会に開かれた教育課程ということで、まあ、カリキュラムマネジメントということが、まあ、非常に重要になりますよということで、ございます。それで、まあ、今回の、まあ、これもすでに小松審議官のですね、冒頭のご挨拶にもございましたけれども、まあ、我々もすでに学力の3要素ということで、知識、技能、そして思考力、判断力、表現力、そして学びに向かう力、人間性、主体的に多様な他者と共同する力と、まあ、この3つの要素の、まあ、バランスをですね、より思考力、判断力、表現力、そしてこうした学びに向かう力、人間性と、主体性と、まあ、こういったことにこのウエイトをシフトしていくと、まあ、こういうことでございます。まあ、その背景は先ほど白井部屋局長からですね、いろいろお話をいただいたことが我々も問題意識として共有をいたしておりますので、こういうことでありますということであるということです。それでですね、まあ、今回、まあ、まさにこの主体的な対話的で深い学びと、まあ、アクティブラーニングの視点からですね、このむしろその学び方、この How to Learn のところを変えていくことが必要だと、まあ、いうことでございます。で、まあ、これも白井派局長からありましたけども、エラボレーションというところが我が国の課題だと、コントロール戦略はですね、非常にいいんだけれどもと、それから、まあ、メモライゼーションというのはもうあまりそもそもワークしないと、とりわけ、まあ、これから AI が進み、デジタル化がどん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 進んでいくとですね、まあ、人間の仕事としては、まあ、そういう部分はどん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 この薄くなっていくと、で、まあ、より AI に解けない、デジタルでは解けない、まあ、そういう課題に人間のアクティビティというものがですね、シフトしていくと、まあ、これは OECD が出しているですね、このそうしたまあ、知識基盤社会が進む中でですね、やっぱりどういう仕事がにこれから人間はついていくのかと、まあ、いうこともですね、完全にそれに連動しながらやっているわけで、ございます。まあ、そういった中でですね、まあ、我々はまあカリキュラムマネジメントということで、まあ、しっかりとこのそれぞれの教科はまあそれぞれもすでに素晴らしいパフォーマンスを上げていただいているわけですけれども、やっぱそれをどういうふうに同期していくのかと、教科横断的にですね、このうまくこのシンクロナイズさせてですね、学びのクオリティを上げていく、まあ、これも日本はすでに現場の先生方の非常にご尽力によってですね、まあ、プロダクティビティは高いというお話がございましたけれども、まあ、これをエラボレーション型に引き続き高いプロダクティビティをどういうふうに確保していくのかということでございます。で、まあ、面白なかったのはですね、やっぱり中国はむしろその他の先生の授業をよく見て研究していると、まあ、いうところはぜひ我々も学ぶべきかなというふうに思います。まあ、そのためにはあまりにも忙しすぎる教員の、まあ、ワークスタイルというものもやっぱり変えていなければいけないと、まあ、こういうことかというふうに思います。それでですね、まあ、これはまあ、同じようなことが、まあ、ここでも触れられているわけでありますので、まあ、ぜひ確認をしていただきたいというふうに思いますけれども、やはりアクティブラーニングをやるという大きな方向出たわけでありますけど、やっぱ最大の、まあ、チャレンジといいますかですね、それがうまくできるかできないかというのは、まあ、教員の、まあ、対応がそれに向けて準備がうまくいくかどうかと、まあ、いうことにかかっていくんだろうというふうに思います。まあ、日本の教員は非常にすでに素晴らしい今能力パフォーマンスを出しているわけでありますけれども、新しいエラボレーション型のインクワイアリーやエラボレーションを大事にする教育に対してですね、教員がそれにきちっと対応していくと、まあ、こういうところが新しいチャレンジかなというふうに思います。まあ、例えばアクティブラーニングということになりますと、やっぱりこのプロジェクトベーストラーニング、こうしたことが大変重要になってくるわけであります。でしかも、まあ、高校生にもなればですね、グローバルなレベルでのプロジェクトベーストラーニング、まあ、今日の午後はそういったことについてパネルでも深めていきたいというふうに思っていますけれども、まあ、なかなかそういうことになりますとですね、これまでの教員の中にも本当にそうしたことに対応できるんだろうかと、まあ、こういう不安もあるのも事実でありますし、まあ、そうした不安に対して文部科学省を挙げてですね、この答えていかなければいけないと、まあ、こういうふうに考えているというところでございます。で、まあ、とりわけですね、まあ、今回の学習指導料の改定の中で、まあ、小学校についてはまあ外国語活動というものが入ります。で中学校についてはそう多くの、まあ、アクティブラーニング、それぞれの教科の学び方を変えるという意味では大きな改革でありますけれども、高等学校についてはですね、相当
この強化の見直しを含めてですね、行われているということを皆さんにあえて申し上げたいというふうに思っております。で、まあ、今日の文脈で申し上げますとですね、このやはり探究活動ということを非常に重視した、特に高校段階ではカリキュラムになっております。で、注目いただきたいのはですね、理数探究基礎とこういう科目を新たに入れるということを決めております。それから、まあ、総合の時間をですね、総合的な探究の時間ということで、あえてその意図を明確にしてですね、まあ、エラボレーションあるいはインクワイリーと、こういうことを、そしてまさに実社会実生活から自ら見出した課題を探究することを通じて、自分のキャリア形成と関連付けながら探究する能力を育むと、まあ、いうことで、再度明確化したということで、ございます。で、まあ、それとですね、まあ、この社会科につきましても、今まではまさに暗記科目の象徴のような科目でありましたが、これについてはやっぱり思考力、判断力、表現力と、あるいはその主体的にこの構成していくと、まあ、そういうふうなこの、まあ、脱暗記科目としての歴史思考力、あるいは地理的思考力というものを問う形に変えてまいります。それから公共についてもですね、さまざまな、これも OECD でですね、今コーピング・ウィズ・テンション・アンド・ディレンマという、まさにいろいろな緊張だとかですね、あるいは矛盾と向き合っていく力と、まあ、こういうことが非常に大事なスキルだというふうに言ってますが、この公共においてはですね、まさにそうしたこの、まあ、板挟み、あるいは想定外、まあ、そうした時代をしっかりと乗り越えていく力というようなことを盛り込んでいるところでございます。それでですね、まあ、数学については、あるいは理数については、まあ、そういう観点から数学の C と、それから理数探究基礎ということを、まあ、新設をいたしました。で、まあ、数学 C についてはですね、まあ、データ活用といったことについてのまあ、一つキーワードを持って構成をいたしておりますし、統計的な内容ということもこれから数学の大事な要素になりますので、まあ、情報化などと連携しながらですね、やっていこうという話であります。で、まあ、まあ、今回最大のポイントの、まあ、理数探究あるいは理数探究基礎ということでありますが、これはまあ高校でありますけれども、当然中学校においてもですね、この既存の理科の科目の中でこういった対応をしていただきたいというふうに考えているわけでございます。それでやはりですね、これは今までの日本の教育っていうのは、この問題解決ということについては非常に成功を収めたと思いますが、むしろこれからは問題の発見だったり、問題の設定だったりですね、まあ、そういったことが非常に重要になる、まさに探究のこのプロセスということが大変大事になってくるわけであります。で、まあ、そういう意味でですね、このそうした、試行錯誤あるいは失敗のリスクを引き受けながら主体的にやり遂げていくプロセスと、まあ、いうようなことを、まあ、重視をしていきたいというふうに思っておりまして、まあ、それの基礎段階としてですね、探究基礎というものを位置づけているということでございます。それから、まあ、この方針はですね、教育の分野だけではなくて、科学技術政策の分野からもですね、まあ、こうした動きをサポートしております。で、まあ、科学につきましてはですね、先ほどもお話ございましたけども、なかなか優秀なパフォーマンスを上げているにもかかわらず、科学をでもって将来キャリアとしていこうと、プロフェッショナルになっていこうと、まあ、そういう、まあ、この児童生徒がまだまだ少ないというのが我が国の問題でありましたので、そうしたキャリアあるいはプロフェッショナルとしての科学人材というものを目指したこのプログラムというものを、まあ、この数年でですね、まあ、一挙に我々は体系化してスタートをすでにさせております。まさにトップ人材というのは、まあ、具体的にプロフェッショナルとして科学を目指すと、まあ、そういう人材だと思いますが、まあ、小学校中学校段階で、まあ、ジュニアドクター育成塾、そしてですね、この特にコンテストで、今中学校段階ではですね、科学の甲子園ジュニア、高等学校では科学の甲子園と、そして大学では科学のインカレと、まあ、こういうこのラインナップを全部整備をしておりますし、それを支えるものとしてですね、スーパーサイエンスハイスクールあるいはグローバルサイエンスキャンプということで、まあ、高校並びに大学などのリソースも活用しながら、
こうしたアクティビティを応援をするということであります。それからやっぱり裾野も重要でありますから、中高生を対象としたですね、科学部の部活を支援をするというようなことをやってきております。加えまして女子の中高生のもうこの理科進路選択というものをどういうふうに支援していくかというようなプログラムをやっているということでございます。スーパーサイエンスハイスクールでございますが、本当にこれは現場の先生方のですね、大変なご尽力によって非常にうまくいっておりまして、今200校がスーパーサイエンスハイスクールということで指定をされ、相当この骨太のといいますかですね、本格的な探究活動エラボレーションということをやっています。でこの実績がありますので、今回新しい学習指導要領にですね、理数探究というのを盛り込んでも大丈夫だろうという確信の中でやってきたということであります。引き続きスーパーサイエンスハイスクールについてはまさに先導的なこの実践をですね、やっていただきたいと、こういうふうに考えておりますし、そこからまさにこの指導者をどういうふうに指導していくのかというようなノウハウを、この培っていきたいというふうに思っております。これグローバルサイエンスキャンプ、これは大学のリソースを高等学校にもですね、ふんだんに使っていくという話でありますし、これは小学校中学校段階にこうした意欲ある小中学生をこれも社会のあらゆるリソースを使ってやっていこうと、科学技術コンテストについては先ほど申し上げました通りでございますけれども、おかげさまでですね、科学オリンピックの出場者というのもですね、倍増になっておりますし、それからですね、今2万人ぐらいが国際科学オリンピックに出場するようになっております。そしてそれをエンカレッジするためにですね、国内で日本が国際科学オリンピックを主催するという予定が目白押しということになっております。それから国内バージョンのですね、科学の甲子園、これがハイスクール向け、科学の甲子園ジュニア、これが中学校向けでありますが、これも、当初開始からほぼ倍近く、そしてですね、科学の甲子園ジュニア中学生については2万3000人の参加が、そしてこれも今うなぎ登りということでですね、非常に着々とこうしたことができているのではないかなというふうに思っております。それでですね、先ほど白部局長のお話にもございましたけれども、いろいろな日本、特に科学技術、科学リテラシーに関してですね、課題がございます。で、これはもうちょっと時間がございませんので、いちいちご説明申し上げませんが、埼玉県さんなどもですね、相当しっかりした調査をやっていただいておりまして、この我々考えておりますアクティブラーニングがですね、まさに学習方略、そのどのように学びをプランしていくのかと、そうしたこの努力調整方略とかですね、そのコントロールっていう、ストラテジーということだと思います。それからノンコグニティブスキル、特にセルフエフィカシー、こういったことにどういうふうな影響があるのかと、こういうリサーチなども進めていただいておりまして、こういったことともですね、連動しながら、2020年からの本格的な、このエラボレーションというものに着目したですね、学習指導要領を、より実行あるものにしてまいりたいということで今取り組んでいるということでご紹介を申し上げました。私からは大変駆け足でございましたけれども、今我が国が取り組んでいる、とりわけ2020年から取り組んでいるですね、学習指導要領の、エッセンスと、その背景にある考え方、狙いについてご説明を申し上げました。ご清聴誠にありがとうございました。